コ羅ラ市場駅は大韓民国ソウル特別市松白コ羅ラ道にあるソウル交通公社の駅。ソウル交通公社発足以前は駅管理業務はすべてソウルメトロが行っていた。3号線のホーム会は地下4階で相対式ホーム2面2線を有している。保安用にホームドアシステムを装備する。8号線に乗り換える場合はホーム東寄りにある階段、エスカレーター、または ホーム中ほどにあるエレベーターで地下3階に上がり連絡通路を利用して乗り換えることができる。改札外は地下2階で改札口は1カ所ある。化粧室は改札内にある。8号線のホーム階は地下2階で相対式ホーム2面2線を有している。保安用にホームドアシステムを装備する。3号線に乗り換える場合はホーム南端にあるエスカレーター及びエレベーターで 地下3階に下り、連絡通路を利用して乗り換えることができる。改札外は地下1階で、改札口は1カ所ある。化粧室は改札外にある。出入口は1番から7番までの計7カ所ある。3号線ホーム8号線ホーム近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお、3号線の2010年は、 開業日の2月18日から12月31日までの317日間を基準にしたものである。ありがとうございます。